皆さんご準備はいいですか？広田はじめ当選を祝って万歳！万歳！万歳！することができたということを本当に、嬉しく思っております。勝因は何だと思いますか？はい、一つは、今回の衆議院議員選挙にあたって、立憲主義そして民主主義をないがしろにする安倍政権に強く出すこと、さらには高知2区で長年続いてきました古いしがらみの政治を変えること、そういったことに対して野党の皆さん、そして保守層の皆さん、また無党派層の皆さん、幅広い皆さんのご賛同を得たその結果だというふうに思っております。特に先ほどもですね、花束を贈りました島崎さん、本当に重い重い決断をしてくれたというふうに思います。彼自身、国政を目指すということで、立候補した、これは僕自身自分もそうですからよくわかるんですけれども、本当に人生をかけてまた家族を犠牲にしてですね、取り組まれた、党のいろんな方針があったとはいえですね、立候補を降りるということは本人にとってもですね、いろんな思いがあったというふうに思いますけれども、そういう決断があってですね、まずは野党勢力が結集できたことというのは非常に大きかったというふうに思います。その上で先ほど申し上げたように今の政治を変えなければいけないという保守層の皆さん、そして無党派層の皆さんの力が結集した結果だというふうに思っています。本当にありがとうございます。今回は無所属で立候補しました、はい、今後どこかの政党に所属する考えはありますか？はい、この点につきましては、これからですね、支援をしてくださった皆さんと協議をして、結論を出したいというふうに思っております。今はですね、これまでは僕自身が、当選することで精一杯でしたので、当選した後のことを、考える余裕はありませんでしたけれども、しかしながらこの問題についてもですね、しっかりと協議をして、できるだけ早く結論を出したいなというふうに思っています。広田さんは野党再編にはどのように考えていますか？はい、自民党と、切磋琢磨できる野党勢力を結集すること、これは非常に大事なことだというふうに個人的には思っております。その一方でですね、それぞれ今回私自身に対しては、先ほど言いましたように幅広い皆さんが応援してくださいましたので、このことをまず 大事にしてですね、考えていきたいというふうに思います。広田さんは地方の声を中央に届けると言ってきました、はい、具体的にどんなことを実現していく考えですか？はい、代議士の代というのは国民の皆さんの思いを代弁することだというふうに思います。私自身も、この間、2万件以上地域を回らさせていただきました。そういった中で、県民の皆さんの暮らしの実態、高知県の実情、そういうことを肌身で感じましたので、まずはその県民の皆さんの思いを受けてですね、
さまざまな分野で発言をし、まあ、行動をしていきたいなというふうに思っています。例えば政策でいうとどんなところでしょうか。はい、政策についてはですね、やはり回った時に感じましたことは、年金、医療、介護、教育、子育て、これが最も身近で、そして最も切実な問題でございますので、まあ、この点についてですね、しっかりと訴えていきたいというふうに思います。合わせて、私自身は参議院の時に、まあ、高知県で初めての、まあ、国土交通委員長を務めさせていただきましたので、ふるさとの道づくり、南海地震対策や、まあ、公共交通政策、まあ、そういった国土交通分野についても活動していきますし、また防衛大臣政務官も務めさせてもらいました。特に今、北朝鮮問題がですね、緊張の度を高めているわけでありますので、私自身防衛政務官の経験を生かして国民の生命財産しっかりと守っていく、現実的で責任ある安全保障政策というものを作っていきたいというふうに思います。ありがとうございました。はい、どうも。よかった、原田さんのお話。